うん、バラ釣れんのか。あ、メバルやろあれ。はい、おはようございます。というか夕方です。今回は、広島県の呉市の港にやってきてます。ライトゲーム。今日の最低気温1度からマイナス1度ぐらい。ちょっと防寒対策完全に施して頑張りたいなと思います。で、まあ明るいうちにちょっと様子を見つつ、暗くなってサイズアップしたいなと。今はね、最初についてるのがこんな感じ、 1.2g のネコメタルとか。ターゲットね、目に見える魚全部ちょっと相手してもらおうかなと思います。水がね綺麗んで観察しつつ、まあ水族館の気分で遊び始めます。では頑張ります。まあ、今日はこんな遊びの展開で、まあ、夜を迎えたいなと思います。でどれが一番好きなのかを試しているのが面白い。時々の日常はここにある。亀屋釣り具。今回はライトゲームということで、 1.2g、2g、3g、5g、7g、10g、一応あるけど、はい、それとアメバイブ。ちょっと沈下速度を早めるために針2本のそのままのデフォルトでやってみたいと思います。もうこれね、メタルジグというよりもね、この食われるアシストを沈める重りな感じ。魚の動きを見て、まあ地合いが来たとか、なんか潮の動きが変わったのかなとか考えながらやります。よっしゃ、来たやんか。ほら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 、あーこれはなんだ、ちょっとマハゼっぽいけど顔がリリシーやん。あの間抜けな間抜けなマハゼとちょっとちゃうでしょ。ほい。特にね、こういうライトゲームのメタルゲームはワームと違って、なんだろう、ちょっと信じれないというか、ほんまに釣れんのかなとか、あの当たりがないからすぐやめちゃうとかあると思うんだけど、こういう明るいところで、ダウンサイジングさせて小さな魚を相手してるとイメージがわかる。普通メインはね 2g 3g なんやけど、今日はわざと 1.2g からやってます。ポールスピードが遅いのと、岩に引っかかる前に物上で引っかかって根がかりがしないだろうということで、ちゃんとゴールデンタイム的な魚を釣るために、こういうオフタイムにあの細かい魚を相手仕切っとく。あ、なんかギャラリーいてるで、後ろにアオサギ。サギってすごい名前の付けられ方やな。これ全部メバルの子もしかして。おお、一回やね。今ちょっと躊躇したら合わされへんだ、コーン言うたのに。小さくじゃないな、短くじゃなくてね、減らしましょうか。よし、これで沈下速度が速なったはず。そんな変わらんように見えるけどね、
計大体半分ぐらい小さくしてます、減らしてます。比重が本当に鉛のままなんでよく飛びます。ロッドが、ライトゲームのレベリング2で、リールがエグジスト2000番 P02、 リーダーが1号プラス 0.6 号。今回は先のリーダーを細くしてます。先糸の方を細くして、まあ、口を使わせようかなっていう感じ。おっしゃ、くそ、もう一匹違うやつおるね。あれチヌか海津がおるんか、あれ。よっしゃ、来た、やっと来たよ、ほらメバル。よし、これを狙ってました。リリースするんで、もうあの握らずに針外します。 OK、 さあ 2g いきます。これで全然変わらへんだらちょっとテンション下がります。針が外向くように、内側向くとかかり悪なるんでね、上の針ね、こうやって外向くように。何が変わったか言ったら、沈下速度が変わったんで、魚の追い方がもしかしたら変わるかもと思ってやっています。猫メタルが沈むスピードに合わせて竿を押し込む感じ、スーッとかってね、差し込んでいく感じ。おー、アメバイブ極小 1.7g。よし、ちょっと待って、アイを前にして針を後ろにやろう、後ろじゃ前にやろう。ラインアイの方は3つの穴の一番前で、フックアイは3つの穴の一番前。このルアーはメタルジグと違って、しゃくった時にバイブレーションするのね。で、横に飛ぶというこの特徴の違いが魚にどう影響するのかちょっと見てみます。うわ、これたまらんな、今日食わへんな。あの動き見てたらだんだん分かってきたな、こんだけ暗くなってるのに食わへんもん。まあ、今日はこんな遊びの展開で、まあ、夜を迎えたいなと思います。ここで食わへんのは食うルアーを探しとくべきやね。よし、じゃあちょっと最後ワームやってみましょう。明るいうちのチェック、これで終了やね。 1g ぐらいからいきましょうか。これで何ぼ、 0.75レベリングヘッド、小針、番手で言うと12番。チョンチョンはするけど、あの気づかすだけ。よっしゃ、よっしゃ来た、よし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 、はい、釣れました。食べきてき認知 0.75g 進化、超セコ釣り。よっしゃー、よし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 、まあ食いも浅いよ、一応デイかな。はい、まずめちょっとでも、はい、こんな感じでね、とりあえず絞り出したんですけど、今からが本番。あの暗くなって常夜灯の、まあ、光が効いてきて、もうちょっと面白い釣りができるんじゃないかなと思います。頑張ります。ほんまに常夜灯出てる、完全に暗くなりました。1枚中に来たしました。頭も冷えそうなんで防寒にしました。ちょっと電磁移動式バチコンも装着しておきましょう。 1.2 号、ハリス1号、細い方ね、これでいきます。で、キャスティングするんで、この外し口についてるこのこれを取っちゃいます。まあ、これどっかに入れとこう。ブラトノット、どんな結び方でもいいけど、一番まああの、リールから来てるラインが、04の P、 それから
1.25号のプロロ、そこにこの 1.2 号のミキ糸を結びます。プラットノットね。これで完全に結びこぶを小さくしてしまう。そうするとあのガイドに引っかからないん で、 でこの余り糸をカットします。するとまあ極小の結びこぶができて、そこそこの強度で、リーダーが枝数としてのリーダーが20センチぐらいあります。この網糸のところで移動させれる。で場合によったらこれを上げたり下げたりします。レンジ移動式バチコンね、はい、これを今回おかっぱりやってみたいと思います。まあ手軽なのは重りが重たいから早いね。でふわーっとできる。でただこれでシビアで食わなければジグタンじゃないと釣れない時は多々あると思います。でもあの知らないところで短時間で、水深が分かる、それから魚がいるかいないかが分かるので、これを使う。回転ビーズになっているので、そこを通せばだいたい同じぐらいのゴース、これが1号なんで1号なら結び替えることも可能です、はい、こんな感じね。フリーになっています。インチからいきますか。狙うのは一応なんかアジが回ってると聞いたんで、アジ減ったね。水位どんどん減るね。すごいね広島の海は。あっという間に土管長。さあちょっとタイムリミットが近づいてくるな。嫌やな。いやだってあんだけ見えてるメバルがさ、あの感じってさ、水温1度下がった時のあの沈黙ちゃう。絶対おらんわけないで。これ味もよいしょ。はい、竿を変えました、羽エビ2からレベリング2、元のセンサイの方に戻しました。 PE が04から02で、リーダーが1号、まあ、1.2 号かな、 1.2 号から06、半分やね。ふぐいますわ。なんかねフグに食われたんで、カラーをグローカラーからクリアにしました。でこれでやってみよう。はい、でちょっとねさっきついてたグローカラーがこの先っちょに残ったんで、まあそのままちょうどなんかうまそうなんでそのままにしました。はあ、微妙に風がファーッと吹くだけでやりにくくなるね。今は風がない状態。よっしゃ来た。何やどっちや。よし。よしよしよし。来たー。アジ来たね。チクッと加えました。1.5 インチ。よし。とりあえず小アジですけど。はい、ありがとう。とりあえずボトムに落として竿を立てながらこう立てていくでしょ。ボトムのジグヘッドがねこう上に上がりながら止めてると、スーッとこうそこでこう、どう言ったらいいかな、スローカーブフォールみたいな、じわーっとこうそこを張ってるような今アクションさせてます。25秒。よっしゃー、25秒ボトムで食いました。おっしゃ、アジやぞこれ。イエーイ。お、いいぞ。釣れた。ちょっと良いぞ。うん。でここは、まあ、結構有名というか、まあ、押さえのポイントでいつも使うんですけども、いつもはよく釣れる。今日はちょっと分かんないです。絞り出そうかなと思います。で一つはね水深があるんで、あのさっきと違ってね、いろんなアプローチができるかなということで、ね、ここを選びました。いろんなことができるかなと思って竿を持ってきておきました。はい、3本、羽びロット、それからレベリングロット、そしてこれは実は
イカメタルのロッドを改造しました。グリップがね、こんだけ長かったのね、だいたいこれぐらい、それを短くした。まあ何に使うかちょっと分かんないけど、でリールはスティーズの、エアーやね。多分ねここライトが効いてるんでボトムやってもあんまり意味がないかもなんだけど、仕掛けの上からどうだろう、何センチ、30センチ下から 1.5 メーターぐらいのところにワームがあります。ボトムここはね、はい、ここが重りつきました。そしてワームはここ、まあ、割と水深があって、真下の釣りに投げてもなるんでこんなイメージです。はい、今やってるのが、レンジバチコンね、移動式バチコンに、シンカーが 7g でジグヘッドはノーマルのままで、ワームが 1.5 インチスパテラ。あれ、こんなに浅かった？レンバチ最高。はい、一発。ガシラが釣れるんだ。どういうことや。こんだけ浮かしてガシラいうことはこれ駆け上がりあるのかな。ついに釣れました。なんか浅く感じる。来たよ。楽だよこれ。なんか分からんけど、タメバルおるやん。卵かどっちやろこれ。レンバチ楽やん。よしよし、今までのこのライトジグヘッドの半分の時間で魚がかかってくるね。リフトアンドフォールさせてボトムに重りがついたら、そのままちょっとたるました状態でほったらかしで、たるました状態でほったらかすんで、ワームがちょっと漂うのね、ヒューッと。ここに重りがあります。タインがこう膨れます。重りがこうなってます。重りじゃない、ジグヘッドの枝数がこうなってます。そこで、重りを動かさずにしゃくると、ピンピンってこうなるでしょ。ピンピンって。中層でね、こうやって。よっしゃ、来た。ね、リアクション。かわいいけど。この、釣れないタイミングで、これは嬉しいね。はい、メバルかわいいやつ連発。あれ、おっしゃ、来た。あ、もうちょっと遊んで、ちょっと手段を変えていこう。かわいすぎるな。ちょっとここで枝数を06にしようか。はい、パルキースパテラ 1.8 インチ。果敢にアタックしてくるけどサイズはちっちゃいな。今日はあのテンション低そうに喋ってますけど、静かに釣ってるだけです。ああ、中層で当たるわな。よし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 、イエス。そう、これぐらいの来てからやめたかったの。腹プリプリやで、早めがしてあげよう。赤メバルというか金メバル、ホーラン個体。はい、バイバイ。フラグやってみようか。ベートタックル SR の SS にしよう。当たった。よし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 、うい、量刑、青いやつ来ました。はい、やったー。
浮くやつ使います。これで食ったらやっぱりちょっと引き波っぽい方がいいんやろな。ほらなあ、一発やもん。やっぱ SF と SS 使い分けなあかんねんな。ほら当たった。ちょっと細かすぎたけど、潮動いてるね、いい感じで。よっしゃ、もう一回シンキングの方を使おう。こっちが結局沈むやつ、さっきは浮くやつで、浮くやつで当たったけど跡が続かないんで、沈むやつってことは重たいのでちょっとだけでも飛距離が出る。おー、全然ちゃうな。でもでこれの場合は、沈んでいくんだけどリップが短いから水面直下、ほとんどまあ10センチぐらいのところ、今の感じやったらトレースしてくる感じ。よっしゃ来たー、よし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 、やっと来たー。ほら追加したね。これだからいい日やったらもうちょっとサイズも上がるやろうし、あのコンディションのやつ、うん、こいつほらたなんか餌食ってないでしょね。卵持ってるやつ以外のやつはなんか餌食ってないのがちょっと気になるよね。 SR、SS、シンキングモデルね。あったあった、よしよしよし、よっしゃ連発、よいしょー。お、両撃だね、これ。よし、オッケー。よっしゃ、来た。よし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 。よっしゃ、でかいの来たで。はい、今日の中では両撃、これ青字。はい、プラグで追加。立ち位置を変えて、風なければいいけど、よっしゃ来たー。おー、ちょっと乗ってきたね。アジちゃんこれ、あ、ちゃうわ、メバルや。はい、ありがとう、かわいいやつ。はい、バイバイ。もう一回次の釣りやりましょう。メタル、さあ、猫メタル 5g。よし、行きます。あ、5g は気持ちいいな。食うかな。さあ、じゃあジグヘッドで片付けましょうか。よっしゃ来た。そう言ったら食うねえな。よし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 、メタルで食いました。可愛いけど今日最小ぐらい。よし、ロト変えよう。はい、ロト買いました。もう遊びなしやね、これね。もうチャキチャキのライトゲーム。リールは2000番エクジスト02で、リーダーが06で、今最初に結んだのはアメバイブ 1.7g。 これでさっきもこの 1.7g を使ってたんだけど、まずラインが細いのと、スピニングということで、なんていうのかな、まあ操作感が全然違う。ピーというのもあって、おっしゃ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 、そらそうよね。一発ですね。一投目から可愛いけど食いましたわ。はい、ホールを拾い上げていったね、こいつね。さあ、これでちょっと精度を上げていきます。このリフトぐらいでね、ふわふわぐらいでブルーブルーって言ってんのね。ちょっと滞空時間ある方が、よっしゃ来たー、ホールできたね。よし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 、ちょっと両径、よーしよ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 し、来たぞ。まあ、今回はね、あの25、6を狙って釣ってるんじゃなくて、まあこういう割と可愛い目のメバル、それをターゲットにちょっといろんなアイテムでやってみた。で、どれが一番好きなのかを試してんのが面白い。まあ、これはこれの楽しみ方。
ちょっとワームで試して終わりましょうか。バルキースパテラの 1.8 インチで、レベリングヘッド小バリ、白バリです。 1.5g かまってくれるけど食ってくれへん。今は沈めてないからね。だいたい上っ面だけ狙ってます。まずはさあ、巻かずに落とします。 1.75 に変えました。小針から黒針、よいしょ、来た。あー、かわいい。一緒やな。一緒ですわ。よいしょ、はい。あかん、場所変えよう。移動しながらやろう。はい、あかん、風が。よっしゃ、来た。でかい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 。なんやこれ、違う魚や。シーバスタ、シーバスやな。よいしょ、想定外やったもん。よっしゃ、いえいしょー、はい、ゲット。よっしゃ、はい、最後はシーバスで上がり。レベリングヘッドの 1.75、 そしてバルキスパテラ 1.8 インチ。はい、今回のライトゲーム、いろんな魚がかまってくれました。ろれつが回らんぐらい寒いです。あの映像ではわからんと思いますけど、めっちゃ寒い。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。